なり来られたって支度なんかできてるわけがないんだ。大体出番はもっと先だと思ってた。呼ばれずに終わることだって十分ありえた。ちっぽけな舞台とはいえ今更主役なんてどう振る舞ったらいいのかよくわからない。街の外れには魔女がいると聞いて藁にもすがるような思いで戸を叩いた。誰もが一度は直面するこの事態を丸く収めるための処方箋が欲しい。錬金術だろうがこの際何だっていいから、上がりすぎた熱を少し冷ましたいんだ。事の次第はこうだ。ある人に出会った。美しいと思った。それがまずかった。高熱には幻覚がつきものだというならこの時の感動が多分そうなんだろう。全てを投げ出してもいいと感じた時にはすでにほとんどのものを投げ出していた。朝から晩まで心を奪われてふと我に返る時が何より最悪だ。トンネルの開通を約束されたわけでもないのに何とこの岩を砕き続けている。もしこれが恋というものなのだとしたら全力でぶつかりすぎてもうヘトヘトだ。良いものも悪いものもみんな包み込んでしまう。月夜に花開くようなあの微笑みは冷えた体を癒す温かいミルクなのか、それともモルヒネみたいな痛み止めでしかないのか。交わりそうにない2本の平行線を思い浮かべるとめまいでクラクラしてくる。魔女の答えはこうだ。そんな薬はない。人様に頼るようじゃそこが知れてるな。ラブソングでも聴いてりゃいいじゃないか。そこから学ぶことだって一つくらいはあるだろう。どうしてもと言うなら古くから伝わるこの由緒正しいリセットボタンをやってもいいが、こいつはひとたび押せば横いざだどころか世界のちゃぶ台をひっくり返すような代物さ。わかったら帰りな。ドアはあっちだ。ラブソングみたいになんかうまくいくものか。誰かの話が役に立った試しなんてない。わかってるんだから寄せばいいのに、よりによってロイヤルストレートフラッシュを相手に旋回のレイズ。普段の笑顔一つでひらりと壊されて、ちょっとしたイカサマくらいじゃ歯が立たないんだ。そうわかってるんだから寄せばいいのに、ロイヤルストレートフラッシュを相手に旋回1回目のレイズ。テーブルに置いた魔女のリセットボタンを一掃してしまいたいと何度手を伸ばしただろう。叩きつけるようにして振り出しに戻すことができたら晴れやかな日々をまた始められるはずじゃないか。たったそれだけのことがどうしてもできないのはこの先二度と目にかかれない輝きがここにあるからだ。魔女は腹を抱えて笑うだろう。今までそいつを押せたや